YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。キョウイチローです。本日は私の体重計を2台用意しました。タニタというのはですね、まあ体重計のメーカーなんですけども、重くても測れる体重計が多いです。200キロまでとか300キロまでとかの体重計がすごく多いです。もちろん値段も張るんですけど、ただ、普通の体重計だとそこまで上限がいらないので、ものすごい値段も安くなってきます。大体の普通の標準のやつだったら多分120が確か限界、150か120ぐらいが多いです。で、このタニタさんは150なんですよ。つまり1個だけだと俺は測れません。はい。じゃあなぜ2台かと、昔ちょっと言われたことがありまして、体重計2つ用意すれば、正確にその人の体重が測れるよなんていうのを聞いたことがあったんで、うん、ずっとやろうやろうと思ってなくてやってなかった、企画なので、今日はそれをやってみたいなと思います。ですので、150までしか測れない体重計を2台用意しました。これで俺の体重が正確に測れることができれば、これはできるという結果になります。では早速やってみましょう。はい、それじゃあ場所を移動します。果たして、正確に体重が測ることができるのか、測れなかった場合はエラーが出るはずです。運命の瞬間です。どうなってますか？はい、どうなってますか？はい、どっちもエラー。測れません。ですね、測り方が違ったみたいです。足を乗せる際に本当は一つのやつに乗っけるんだけど、あえて横向きにします。横向きにすることによって、重さを均一化しようという、魂胆でございます。カメラマンさんよろしいでしょうか？はい、どうぞ。はい、じゃあ乗ります。これが成功なのであれば両方とも同じような数字になるはずです。77あたり。77たす77は154。うん、じゃあ測ってみましょう。うん、157.9。 157.9、 これが今の俺の体重です。うん、じゃあそれを踏まえた上でもう一度測りましょう。77キロで、うん、こっちが80キロぐらい。じゃあ足してください。157。はい、じゃあ正解です。つまり、安い体重計でも同じ体重計を2台用意すれば、おのずと自分の体の正確な体重が分かると。大体ね。ちなみに右半身が俺が多分重たいだろうね、きっと。というわけで、体重計が2台あったら自分の体重が分かるということでした。全国のデブのみんな、これで高い体重計を買わなくても安い体重計以外で自分の体重が分かるって。 See you next time。 せーの。ねえシャネ、この体重計いくらした？1200円ぐらい。2台で2200円。2400円。ちなみにこのタニタは2万5000円ですから。高っ。